はい、お疲れ様ですあのね、ニアスのイチコケでやろうの話っていう動画あげたじゃん、この間。それのコメントで結構ね、まあそんなことを言ってほしくなかったとかいろいろ話、コメントにも来てたんだけど、まあ、例えば賞金ゲットしてその分で旅の旅費が浮けばいいと思ってたなんて最悪とか、この人はコンペティターとして終わってるとか、まあ、カイト君のサーフィンだけでなくサーフィンに対する考え方がすごく好きだった分見たくなかったですとか、試合に対するスタンスは選手それぞれ違うものなんですね、西選手の真剣な思いが溢れるインスタ投稿を見たので、個人的には CS で出るために全力で頑張る選手を心から応援しようと改めて思いましたとか、結構ね、いろいろニヤけ側で負けるべくして負けたなんて聞きたくなかったし、ここに来てる人たちはみんな真剣でそういう軽いノリで出場するなら出てほしくなかったとか、まあ、結構ね、強めっていうか、まあ、そんな気持ちで試合出んじゃねえよみたいな意見がすごく今回の動画であったんだけど、まあ、それもそうなんですけど、まあ、多分みんなね勘違いちょっとしてると思うんですよね。 俺がちょっとちゃんと、まあ、ここでいい機会だなと思って伝えれるいい機会だなと思うんですけど、僕はもう、コロナ始まる前に試合自体はもう引退して CT 出るのを諦めてるんですよね。 CT に行くっていうのをもう諦めてる。でそもそも僕が目指してたのは CT を目指してたんですけど、なんで CT を目指してたかっていうと、フリーサーファーとして撮影だけで海外を回りながらいろんな動画を撮って、お金をもらって、それに対しての、まあ、サラリーをスポンサーからもらって、サーフィンの生活を送っていきたいっていうのがもう昔から一番の夢だったんですね。それがもうデーン・レイノルズだったりとか、まあ、ローマンチャットたちを僕は憧れてデーンも試合が CT に出て出ることが最終目標じゃなくて、フリーサーファーとしてどんだけ活躍できるかが最終目標で、そのために CT にやっぱ出てフリーサーファーに行った方が説得力あるよねっていうので、彼らもそういう風にしてたんですよね。で僕もそういう風にその人たちをかっこいいと思って見て育ってたから、まあ、CT に出て、で CT に出たらもうフリーサーファーに行っても文句ないだろうっていうことで、僕はそもそも大会頑張ってたんで、自分の中のサーフィンでの優先順位が一番が撮影なんですよ、自分の中の。だからそのために撮影に行くために試合でも頑張って賞金を稼いで撮影のお金に してたんですよね、今まで。だから20歳の時もいろんな賞金稼いだお金、スポンサーさんからもらったお金全部集めて1000万かけて1年間カメラマンに給料を渡してカメラマンを世界に帯同させて、で1000万かけて動画を作ったりとかしてたんですよ。だから全部自分の中でこう賞金っていうのはその撮影に一番に当てられるんですよね、自分の中で。だからまあここで今言ってる人たちがこのまあ撮影のための旅費が浮くと思って試合に臨むのは良くないんじゃないかみたいな、本当に CT に入りたくて出る選手で出なきゃダメでしょっていう多分意見だと思うんですけど、全然そこはなんかもしかしたら勘違いしてるかなって思ってて、そこだけ訂正しておきたいなと思ったんですけど、僕は全部この本当5年ぐらいか3年んコロナ何年経った、3年ぐらい多分ちょこちょこ試合出てたのも全部撮影に回すために試合に出てたんで、だから本気で試合に取り組んで賞金を稼ぎに行ってたし、もちろんグラチャン取るつもりもないし、グラチャンにも全く興味ないし、日本のでし、まあ、CT に本気で入ろうとは思ってないし、もし本気で入ろうと思ってたら今ノットだったりとか、まあ、自分のブランドだったりとか、まあ、フォーマーだったりとかっていうのをもうやってないんで、全くもう試合だけに集中して、まあ、18から27ぐらいまでか28ぐらいまでかは試合だけに集中して何にも仕事せずにトレーニングとサーフィンばっか明け暮れてたんで、僕はだけど今もうそういう風じゃなくて、もっともっと撮影の方に行けるようになってきたんで、自分もデーン・レイノルズと一緒に撮影に行ってこう一緒にね夢のトリップできて、それがみんなに届けられたりとか、あとは自分たちの、ね、映像をいろんな人たちに届けられたりとかってするようになってきたので、僕は試合じゃなくてそっちに撮影をメインで今動いてます。なので全部自分が出てる試合もグラチャになりたいから出てるとか、こう名誉が欲しくて試合に出てるとかじゃなくて、
全部撮影にそのお金をつぎ込むために出てるんで、そこだけはまあちょっとみんなとのこう自分を見てくれてる人たちへの思いとちょっと違う部分があったので、そこだけ、まあ、すごくいい機会だったと思ったんで、まあ、この動画撮らさせてもらってるんですけど、もしかしたら分かんない、西圭次郎くんはすごい、ね、インスタグラムでクラチャになったけどこんだけしか稼げないんですとか、こんだけしかもらえたいから生活は厳しいですって言ってると思うんですよね。それも本当そうで、圭次郎たちがすごく、ね、お金に裕福になるなってほしいし、自分はね、だからそのために僕も他のことで頑張ってるし、ただその使い方の違いというか、じゃあ圭次郎たちが、じゃあどういう暮らしをしたいか分かんないけど、もっと日本チャンピオンになって世界に出てっていい暮らしがしたい、いい車を乗りたい、いい食事が食べたいっていう風なお金の使い方をしたいのかどうか、あとは撮影に全部つぎ込んで撮影しにトリップに行って、そのお金別にいい車乗れなくてもいい、いいご飯別に食べれなくてもいい、いい暮らしが別にできなくてもいい、だけど撮影につぎ込んで俺は動画でやっていくんですっていうかっていうことの違いというか、自分はどっちかというと、ね、日本でねそんなにめちゃくちゃいい暮らししてるかしてないか分かんないけど、けど全部持ってるお金を撮影につぎ込んで、でそれでいいものを撮っていいものをみんなに届けようとしてるので、そのためにお金が必要だし、稼がなきゃいけないし、だから日本でも仕事頑張ってるし、で試合出たら試合の賞金を稼ごうと思って頑張ってるので、そこだけはねちょっとみんな勘違いしてほしくないなっていうふうに今回ちょっと見て思ったんですね。だから今回すごくこのコメントが来て、いい、良かったなと思います。すごく自分の本当のなんで試合に出てるかとか、なんでこういうふうに回ってるのかっていうのはまたこの動画で伝えれるいいきっかけだったなと思って、今回クルイとニアス出たのはこう、ここで優勝して名誉をもらおうとか、そのランキング上げようとか全く一切考えてなかったので、僕はこのクルイとニアスの、まあ、本気でもちろん勝ちに行きました、もちろんそれはね、ただそのお金っていうのは全部旅費に回そうと思ってました。全部旅費につぎ込んで、撮影につぎ込んで、クルイの撮影クルーとかね、カメラマンにもお金払わなきゃいけないですよ。だから撮影のクルーに全部当てようと思ってた。だからそのためにクルーもニアスも出たし、その気持ちっていうのはその方向は違えど一緒なんですよね。俺も命かけて撮影に取り組んでるし、ね、もしかしたら撮影しに行ってる人たちの方がお金かかってるかもしれないし、カメラマンも連れていかなきゃいけないし、自分のお金も出さなきゃいけないし、食事とかもね全部やんなきゃいけないんで、だから一人じゃないんですよ。試合に回ってる時は僕一人でも別に試合だけに集中して試合に勝ちに行って一人で行って一人で帰ってくればいいんだけど、俺の場合はやっぱ動画を、やっぱこれ今見てる人たちもそうなんですけど、みんなにいい動画を届けたい、かっこいい動画を届けたいっていうのが一番にあるんで、そのためにはカメラマンも必要だし、そのためにはお金も倍必要だし、だから稼がなきゃいけないし、誰よりも、だから俺は日本でももちろんめちゃくちゃ頑張ってるし、今本当週に1回ぐらいしかサーフィンできてないけど、それでも頑張ってお金貯めてカメラマンの人たちの給料を出せるように、俺働いて頑張って海外に連れてってるし、で店員たちからオファーもらった時にすぐに動けるようにお金も持ってかなきゃいけないから、そこら辺はなんかすごく勘違いしてほしくないなっていうふうにこのコメントを見て思いました。だからプロならね、試合も全力で向かってほしかったです、生意気ってすいませんとかも来てるし、まあみんな真剣にやってるから、そういう軽いノリで出場するのは出てほしくなかったとかもそうだし、まあ、ね、動画のためとかのスタンスで試合出るのを真剣にやってる選手に失礼とかっていうコメントも来てたんですけど、もう全くもって遊びで出てるわけじゃないんで、俺一番真剣なんじゃないかなって思って今回来てるんで、それは全部撮影のためです。撮影で自分の動画を世界に出して、大会でね世界チャンピオンになるんじゃなくて、自分の今の目標っていうか夢は自分の映像を出して世界に認めてもらう、そのためにはでも世界に出てっていい波でサーフィンしてやばい波乗って映像をこう作んなきゃいけないんで、そのために僕は試合に何回も出るし、 JPSA もね去年何回 ?2 回ぐらい出たか、2回ぐらい JPSA 出たけど、それは別にグラチャン取りたくて出てたわけじゃなくて、ちゃんと賞金稼ぎに行こうと思ってるんで、その賞金で全部撮影に
流そうと思ってるし、そうだからそこはまあ、このコメント、ね、してくれてる人たちはなんかこうね、すごく試合頑張ってもちろん欲しいって思ってくれてるし、応援してくれてる人たちですごくショックを受けたっていう言葉もね、すごく見えるし、旅費が受ければいいと思ってたなんて最悪とかっていう風に言われるのはちょっと俺としてもこう嬉しくないので、そこは誰よりも俺は真剣にやってるつもりだし、ただ西圭次郎くんとか、まあ、安土城くんとかとは全然違う路線なんで、自分の中では。ただなんで今回、まあ、負けるべくして負けたなんて風に言って言ったのっていうのは、彼らは CT に出るためにもう日本でずっとそのためだけに努力をして、もちろん多分仕事もしてないと思います。サーフィンが仕事だから、だからトレーニングやってサーフィンやってっていう日々、大会だけにもう1個大会だけに準備してると思うんですよ。だからそれはそんなに頑張ってる選手たちがいる。で僕はね、日本でも仕事しながらサーフィンもして動画も撮って、でも撮影が一番、大会で勝つことが一番じゃない。その人が大会出てもやっぱその人たちにはかなわないよなっていうのは今回も思ったなっていうことで、今それをなこの間のね、宮瀬一苔の話では話したっていう感じなので、まあもちろんタイミングとかいろんなことで勝てることもあるんですけど、やっぱり試合だけに集中している選手っていうのは本当に強い心を持ってるし、強いものが持ってるので、むしろそれしかないじゃないですか。自分は大会例えば負けても、まあ今まで貯めてきたお金で撮影はいけるし、みんなには動画、いいよ動画届けれるから、まあ次に切り替えていこうって、ニアスの時も言ってたけど、もう笑いながら今回はタイミングで勝って、いい、自分のタイミングじゃなかったねって、自分のタイミングじゃなかったから勝てなかったよねっていうところで、まあでも次に切り替えてもう撮影に集中しよう、で撮影でいい動画残していいもん作ってみんなにも届けようっていう切り替えだったんですよね。けどやっぱり多分ジョーとかケイジローとかっていうのは大会だけに集中してるから、大会負けたらやっぱそれすげえ悔しいし、心にずっと悔しい気持ちがあって、またもうサーフィン頑張って次の大会に向けてっていうことだと思うんですけど、そことはまた全然スタンスが違うよっていうのはみんなに知ってもらいたいなと思います。だから大会に、ね、対するスタンスとか選手はそれぞれ違うものなんですねっていうのももちろん違うんです。でもちろんそのね、今ここでコメントくれてる個人的には CS に出るために全力で頑張る選手を心から応援しようと改めて思いましたっていうのも間違いじゃないです。全然間違いじゃないから、その人たちのことをめちゃくちゃ応援してほしいですね、これからも。ただ自分は大会に出るときはその賞金を取りに行って撮影してみんなにいい動画を届けたりとか、世界をこう驚かせるような動画を撮れるために命かけてそこにやってるんで、まあ、そこだけはね、まあ、コンテストを応援する人もいれば撮影作った動画、まあ、ナオミだったりとか俺だったりとか、まあ、デイン・レイノルズだったりとかっていうその人たちが撮影して出てきたものを楽しむ、それを応援するかっていうのは全然どっちもあってもいいと思うんで、なんかそこだけはしっかりみんなに伝えておきたかったなと思って今回撮りました。なので、まあ、ちょっとね、ここまで深い話もねあんましたことなかったから、勘違いする人たちもねもちろんいっぱいいると思うし、なんだろう、こうあんまりなんて言うんだろうな、いいコメントが来なかったりとかしたと思うんですよね。ただやっぱりここでなんかこの表だけのその姿を見て、まあ、そんなやつ最悪とか、そんなやつ試合出んじゃないとか、まあ真剣にやってるやつらに失礼とか動画出した、俺もめちゃくちゃ真剣だしめちゃくちゃ命かけて全部やってるんで、そこだけ勘違いしないでほしくないなっていうことでこの動画を上げたって感じかな。そう、どう、分かった？分かった。なんか私もさ、うん、聞いたことなかったからこれを、うん、どういうつもりで出てるんだろうって思ったりしたことあったの。なんか、まあそうだよね、優勝する気あるんだったらなんでトレーニングとかちゃんと毎日ないんだろうとか、うん、ね、うんうん、でもなんかだから多分みんなも同じ、それはそうだよね、なんていうの、そう、やる気ないっていう、うん、やりきないわけじゃない、全然違うあれなんで、目指してるところが、目指してるところはまあ多分違うと思う。で、うん、まあ今自分に必要なことは本当世界に出てっていい波でやっていっぱいサーフィンすること、うん、でやっぱサーフィンのスキルを上げていかないと、フリーサーフィンって本当運で掴み取れないんだよね、うん、コンテストの時は俺も何回もあったけど、やっぱ
試合の流れとかタイミングとかすごい運とかすごいいろんなものが重なってくるの。だから自分が調子よくなくてもこう表彰台に上がれちゃう時もあるし、うん、今回なんて俺めちゃくちゃサーフィン調子よかったけど、うん、1こけしちゃったりとか、うん、そういうなんか流れっていうのがねすごくあるスポーツなんだよね、うん、ただフリーサーフィンっていうのはなんだろう、いい波のところで撮影するじゃん、まあ、毎回もちろんいい波じゃないんだけどある程度ね、インドネシアとか来たらすごくいい波でやって、うん、みんないい波で動画を撮り合って自分たちで作って戦うわけじゃん。だからそもそもサーフィンがめちゃくちゃ上手くないと戦えないんだよねそこで、うん、だから自分は、まあ、DNN とかと自分を飛行しても衰えてるからサーフィンのレベルが、だから彼らにめちゃくちゃこう褒められたくて、だからこそ撮影っていうのは常にやっていかなきゃいけないし、常に海外でいい波乗ってもうサーフィンめちゃくちゃしてレベル上げてでいい動画撮っていかなきゃいけないっていうのはやっぱ思ってるから、うん、そのために命かけてるし、うん、そのためにカメラマンを連れていくために日々、まあ、いざはね結婚しても一緒にずっといるから見てくれてると思うけど、うん、毎日仕事してお金貯めてカメラマン連れていく、ね、うん、お金を貯めていかな行こうって頑張ってるし、でね、サーフィンの、ね、もしかしたら日数は減ってるかもしれないけど、うん、その代わり日数減ってるからこそこういうトリップ来た時はもうがっつりやろうっていう気持ちで、ね、いるから、その日本ではやる機会がもしかしたら少なくなったかもしれないけど、海外行ってその10日間もうびっちりすげえサーフィンしてると思うし、メキシコ行った時も1日も朝5時から夜8時ぐらいまでずっと海に行ってサーフィンしたりとか、やっぱそこにかける思いっていうのは誰よりも強いなっていうのは自分では自負してるから、うん、なんだろうなCT でコンテストでチャンピオンになろうとは今思ってないけど、フリーサーフィンで本当 DNA のとかみんなに認めてもらおうっていうことでは本当に命かけてやってるから、そうだからまあこうあんまりやる気ないですねとかっていうコメントは正直あんまり嬉しくないなって思ったから、うん、そうだね、見てないしね裏側を。そうそう裏はね、やっぱでもこういう風に話す機会がないと、うん、結局みんなもね分かんないわけじゃん裏って、うん、だからこの人たちの本当にコメントがあってよかったなって今回思うから、うん、逆にこういう自分たちの気持ちを発信、うん、コメントしてくれるっていうのはすごく俺的にありがたいことで、多分こういうふうにコメントがまあ13件ぐらいか来てるってことはもっと思ってる人がいっぱいいるってことだから、うん、コメントしなくてもね、うん、そうだけどそういう人たちに向けてやっぱこう自分の気持ちっていうのを改めてまた話せるっていうのはすごくいい機会だし、うん、YouTube、まあ、だからこそだなと思うから、前回の動画の言い方ちょっとヘラヘラしてる風に見えたもんね。そうだね、ヘラヘラしてるというかどっちかというと俺はあんまりね、こう何か起きたら嫌なことが起きてもずっとクヨクヨしてるタイプじゃないじゃん、うんうん、そうだからやっぱりもう試合の方が終わったってなった瞬間にそこでズーンってくるんだけど、もう一回上がってきちゃったらそこはもう切り替えて、うん、次のことうん、考えるタイプだから、うんうん、ただその落ち込んでないわけじゃないから、うん、そう上がってきても、まあ、笑ったりとかしてるけど、うん、いざとかにはさ、その日はさ何も俺にもう今日は言わないでって、負けた日は今日は言わないで今日だけはもう静かにしてとかさ言ってるじゃん。言ってたね。そうだから別に落ち込んでないわけじゃないし、クルイもニアスもやり直せるっていうんだったらもちろんやり直したいし、うん、もう一回反省点を生かしてやりたいなって思うから、別に落ち込んでないわけじゃないんだけどね。私もあれ言われた時、あ、落ち込んでるんだって思った。思った？ヘラヘラしてるなって初め思った、うん、最初そう、いつもヘラヘラしてるから全然気にしてないんだなと。そう、まあ落ち込んでないわけじゃないよ。うん、そうだからそうだね、まあ、上がってきてヘラヘラしてるってわけじゃないね。もう次のことを考えようと思ってる。だから今回に関しては撮影メインで来てるから、その撮影が最後一番バチッと 俺の中で決めなきゃいけないことじゃん、うん、一番残さなきゃいけないとこだし、うん、でハニーズとかジミーズってまあクリーに戻るからめちゃくちゃでかい波でもやる予定だし、スウェールも入ってきてるからそんなとこで落ち込んでらんないし、うん、その撮影に次めちゃくちゃフォーカスしなきゃいけないから、次じゃどうやって撮影を成功させるかってことを考えるようとはしてるかな。やっぱ試合にコンペスターとして試合ずっと出てた時は、うん、もうやばかったよ、うん、やっぱ試合負けてもう2日間3日間ぐらいはもう超悔しくて、うん、こうもうなんかどうしよう何にもできないこの気持ちみたいな、うん、でも
それってさ次の試合で勝つしかもう方法がないんだよね、それを晴らすのって、うん、だから次の試合にフォーカスしてやるんだけど、今の俺の立場的には次の試合ないから、俺の中で日本の JPSA も出るあの予定ないし、うん、そうだから次の試合でやるんじゃなくて次の撮影で、てかもう元々のメインの方の撮影でどんだけやれるかっていうのが、うん、あの俺の中のなんて言うんだろう、次 の, そのぶつける場所だから、そこでめちゃくちゃいい動画を撮ることがその鬱憤を晴らすというか、うん、そう。でも今回のねカメラマンとか本当3人ぐらい来るからさ、カメラマンの人たち、その人たちにこう払う金は、まあ、賞金ゲットできなかったから自分の手持ちが出すしかない、うん、だよね、うん、今この今の場合それはめちゃくちゃ悔しい、うん、はっきり言って、うん、やっぱ自分の手持ちがねガンガン出ていくよりもやっぱ何かね賞金ゲットしたお金でその人たちを雇えた方がさ、そりゃそうだって自分のお金だけでやってたらもうなくなっちゃうからさ、うん、ここまで、うん、そう。だから俺はどっちかっていうと、まあいい家に住むとか、いいご飯を毎日食べるとか、いい車に乗るっていうことを日本でこうしたいわけじゃなくて撮影にしたいっていうことかな、うん、はい、そこの違いはあると思う、うん、みんなは他のコンペティターの子たちはちょっと分かんないけど、いい車に乗りたい子もいるかもしれないし、そのために稼ぐ子もいるかもしれないしさ、俺は撮影に全部吸い込んでるし、うん、それは二十歳からやってることだから今も変わらず10年間、うん、そう、それに対して1000万ぐらいかけてたりとかさ1年でしてたからさ、うん、でも全然それに対してなんていうの1000万かけてても無駄だとは思ってないし、今それが今生きてるから、だから何が言いたいかっていうと、あのこれからも多分試合に出ることもあると思うの、うん、それはなんか試合やっぱ出てほしいっていう声があったりとか、そのじゃ絶景を着てる、ね、自分の姿を見て楽しい楽しい、その試合の中でも楽しいサーフィン見たいですっていう人たちもいるからさ、うん、その俺は試合にももしかしたらこれからもタイミングが合えば出るかもしれない、もちろん撮影と試合があったら撮影撮るけど、でも何にもなかったら試合出るかもしれない、でもそれは今まで今度からねみんなにも見てほしいのは、そのコンテストに名誉が欲しくて出てるわけじゃないし、日本のグランドチャンピオンになりたいわけに出てるわけじゃないし、世界チャンピオンになるために CS に回りたいから出るわけでもないっていうことだけはあの分かっててもらって、撮影にもう命をかけてるから、でブランド今持ってるし、ブランドにも命かけてるし、撮影にも命かけてるから、そういった方で全力で応援してもらえたら嬉しいなって感じかな、はい、はい、なのでこれからもこのコメントくれた人たちもありがとうございました、今回コメントくれてこの機会をね与えてくれたから、で、引き続き応援したくないなじゃなくて、ぜひ全力で応援してください、でこれからも試合に出ると思うし、試合出た時はもちろん試合は全力で頑張るし、そうだけど目的はまあ違うけど、そこで試合出た時も全力で応援してもらいたいし、撮影行った時も全力で応援してもらいたいし、動画出た時も全力で楽しんでもらいたいので、みんなが全力で楽しめるような動画を作りをこれからも頑張っていくので、はい、はい、で今回ねクリーもデンさん来るかもしれないからね、うん、チッパーウィルソンとデンさん来るかもってメールが届いたから、それもすごくまた楽しみの一つだから、またそんなシーンも届けれたらなと思うので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。